ペテロの手紙第一、二章ですから、あなた方は、すべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみごのように、純粋な、御言葉の父を主体求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。あなた方はすでに、 主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれたたっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら、聖書にこうあるからです。見よ。 私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は、決して失望させられることがない。従って、より頼んでいるあなた方には、たっといものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、 見言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。しかしあなた方は、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それは、あなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見業を、あなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は、 以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は哀れみを受けないものであったのに、今は哀れみを受けたものです。愛する者たちよ、あなた方におすすめします。旅人であり、気流者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。違法人の中にあって、立派に振る舞いなさい。そうすれば、彼らは何かのことで、 あなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。人の立てたすべての制度に、主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように、王から使わされた総督であってもそうしなさい。というのは、善を行って、 愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として用いなさい。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し神を恐れ王をたっ飛びなさい。しもべたちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。 善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし、不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに、悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために、打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって、何の誉れになるでしょう。けれども、善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、 それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても 脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、 監督者である方のもとに帰ったのです。